皆さん、改めましておはようございます。1年間本当にお疲れ様でした。今から2023年シーズンの解散式を始めたいと思います。はい、おはようございます。インターンの頑張りによって思ったよりシーズンが早く終われて、今日出せてきたら嬉しいです。ありがとうございます。監督以下コーチングスタッフ、そして、チームスタッフ、選手皆の頑張りです。ありがとうございます。で、長いシーズン戦ったんで、まず一回ゆっくり休んでください。そして、それぞれの道に進むと思うんだけど、まあ、サッカー人としてこれからもいい付き合いをみんなとしていきたいなと思います。おはようございます。まずは、みんなにね、J1 昇格おめでとうございます。で、コーチングスタッフ、そしてクラブ関係者の皆さん、まあ、全員ここにはね、いませんけども、本当に J1 昇格おめでとうございます。うん、で、まずは本当にここにいるね、みんな本当に感謝してます。で、まあ、自分がね、ここへ来て就任して、まあ、みんなに言ったこと、今シーズンチームとして戦う、チームが一丸になったという話をしたと思います。で、その言葉通りね、苦しい時期ももちろんあった、たくさんあった。でもこう、チームがね、バラバラにならず一つになって戦ってくれた、言葉で言うよりも簡単なことではなかったと思います。もちろんね、ここにいる全員が試合に出たかったと思うし、チームに貢献したいっていう気持ち、それがあってもピッチに立てない、メンバーにもすら入れないっていう時もね、それでもチームのために何かできないか、自分が貢献できないか、常にそういうね、ことを考えてプレーしてくれた、トレーニングしてくれた、もう本当に感謝しかありません。で、まあ、この言葉だけでね、済まされる、他に言葉がないというか、本当にどう伝えていいか自分自身分かりませんけども、本当に感謝の気持ちです。で、今後ね、今後、また違う道に進むね、選手もいると思います。たださっきの、まあ、話でもないですけども、我々サッカー人としてやっぱりこよなくね、サッカーを愛するまあ、人間、人としてね、必ずどっかでまた会えると思いますし、どっかでまた同じね、仕事することもあると思います。まあ、その日をね、また楽しみにしています。で、来シーズン我々 J1 という舞台で、戦うことになります。で、今年よりも多分厳しいシーズンになるというふうに俺は思っている。なのでね、もう一回このクラブで戦うっていう選手たちには、その覚悟を持ってまた来シーズン一緒に戦いたいというふうに思っています。まずはね、この1年間のこの1シーズンのね、疲れをしっかりとって、また来シーズンそれぞれ道はあると思いますけども、しっかりそこでね、戦ってほしいなっていうふうに思ってます。本当に1年間お疲れ様でした。本当にありがとうございました。最後にまあ、フィジカルコーチ中盤からのね、話だって、まあ、長いオフがありますって言いましたけども、まあ、俺は練習してもどうかなって思ってて、陽介、今週末、紅白戦やろうかなって一応思ってたんですけど、どうする？
オフでいい。今日からオフで。はい、じゃあしょうがないんで、しょうがないんで今日からオフということで、オフなパーティーではになります。しっかりまずは休んでリフレッシュしてください。お疲れ様でした。いきます。3、2、1。ブラボー！ありがとうございます。